今回のセレチューブはセレッソ大阪オンラインファン感謝デーで配信された森島社長中西金属工業へ潜入してみたと西本、木田、藤尾、母校に帰るの未公開シーンを一挙公開。お楽しみに。10月31日配信のオンラインファン感謝デーでは森島社長とセレッソ大阪応援リポーターの池田愛理が中西金属工業に潜入しがっつり紹介してくれました。今回はその時に配信されなかった秘蔵映像を余すところなくご紹介します。ちょっとなんかピリッとした空間になってるんですけど、はい、この後なんかあるんですよね。いや、なんか面接をやるっていう。面接？面接？この部屋ということですけど。この部屋ですね。失礼します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 。失礼いたします。こんにちは。ではどうぞお掛けください。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実際に採用を担当している社員の方に面接をお願いしました。森島社長は採用されるのでしょうか。では簡単に自己紹介からお願いできますか。はい、セレッソ大阪の森島弘明です。はい、広島県出身、高校は静岡の方に行きまして、ヤンマーサッカー部からセレッソでずっと、はい、選手をやっておりまして、はい、今はセレッソ大阪の代表取締役社長と。あ、そうなったらあかんか。面接します。はい、では簡単に当社の志望動機をお話しいただけますか。いろいろな設備とか社員のことを考えてくれてる会社だなと思いまして、ぜひ中西金属工業さんに入りたいと思って本日参りました。では森島さん、何か特技はお持ちですか。特技ですか。小学校ぐらいからちょっとサッカーの方をやっておりまして。サッカーですか。はい、何かサッカーの中で印象に残っているエピソードなどあればお話しいただけますか。エピソードですか。はい、エピソードですね。エピソードになって、エピソードというのは長いのヤンマースタジアム長いで、試合した時があったんですよ。その時ですね、右サイドからボールがふわーっとこう転がってきて、そこにこう走り込んで、思いっきり蹴ったボールが左サイドにスコーンってこう突き刺さった、そのゴールが印象的ですね。そうです、うん、ちなみにそれはどういった試合でのゴールだったんですか。ゴールですか。それはね、日韓ワールドカップのゴールでした。採用。完璧です。ありがとうございます。完璧です。本当にまたベタな感じでだいぶやり込んでますね。2人100万回ぐらいで、息がぴったり、椅子がスーッと下がっていくところまで。中西金属工業のチームプレーが炸裂。採用。ワールドカップのもうネタ掘り込んだら採用ですよね、それね。いや、もう入った瞬間から早くそれを言えよって話されてましたよ、二人がもう。いや、よかった。でも無事採用ということで。いやいや、もうありがとうございます。もう目いっぱい頑張らせていただきます。よろしくお願いします。続いて西本、木田、藤尾、母校に帰るの未公開シーン。まずは西本選手の高校時代。このままです。もう皆さんの見た感じのままで、もう真面目で面白い話ないかな、エピソードないかなって皆さん期待してるかもしれないんですけど、全然なくて思い返して。一番ハズです。勉強も一生懸命してましたし、学校生活もきちっとしてましたし、こういう話なると下向いて、顔赤くなってって、それは今も昔もそのままかなっていう。まあ、西本先生、まあ、麻婆っていつも僕ら言ってるんですけど、はいはい、西本は麻婆っていう。僕は麻婆くんです。勉強も賢いんですよ。僕らクラスで1、2を争ってたんですよ。でもやっぱ勝てないって言われたんですよ。1、2、1、2争ってました。いや、1、2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 、1、
位置はあっても位置はあってましたね。位置はあってたかな。やっぱね、サッカーも似てるし、やっぱもう、たぶんかなわないですよね。完璧な高校生だった西本選手。ということは、じゃあ、モテモテじゃん。ただ彼女は、なかった。よく言うたもんな。そうなんですよ。モテないですよね。悔しいですね。そっちの方の青春は、いや、もう全くなかったですね。なんかね、慕われるんですよね。うん、うん、教えてとか、どうしてるとかって言って、はい、女の子が寄っては行くんですけど、次のラインには行かないというか。いや、ほんま真面目やもん。いや、まあ、恥ずかしいっすね、それ。続いては、木田選手の高校時代について。まあ、僕の場合は授業で関わることが多かったんですけど、みんながちょっと騒いでたりすると、まあ、こっちもちょっとイラッとするじゃないですけど、ちょっとおいおいみたいな空気出すぐらいじゃないですか。そしたら結構こう、おい、まあ、先生怒ってるってみたいな感じの、こうみんなをこう笑わせながらもちょっとこう気づけよみたいな感じなんですよ、ほんまに。めっちゃすごいやん。めっちゃすごい。一番いいじゃないですかね。教室も隣やったら、肘尾選手から見てはどんな、やるんですか。やっぱりあの自分ではムードメーカーとか言ってなかったですけど、もうキチキチのムードメーカー。盛り上げ役。はい。もうなんか周りからなんかちょっと囲まれて、なんかちょっとボケたら周りが持ってくるみたいな。笑いの中心に自然といるようなタイプやったと思うんですけどね。まあ、勉強より笑いを中心にやってた感じですか、ね。に取り組んでました。はい、勉強も真面目だったんですか。ちょっとなんかまだいやでもね、やったらできる子なんです。やったらできる子なんです。で、ちゃんと課題とかも出してくれる子なんです。以上です。最後に藤尾選手の甘酸っぱい青春トーク。ちなみにじゃあ持ってたんですか。好きな子ができて告白するときにスニーカーをあげたっていう話を違ってたんですけど、藤尾いつもだよ。おしゃれだよ、おしゃれだよ、ちょっとだけ待って。それ、その子こんな感じ一番しちゃった。それ言ってた。俺それだけは絶対言わんといて。OK かどうかわからんけど、物から差し上げるけど。いや、それはね、俺もまだそんな女の子とかあんま慣れてなくて、で、何をしたいんやろっていう、ちょっと初心に戻ったらやっぱこれかな。初心一番綺麗なんて知るけど。すごい、かわいい。じゃあほんまに確信つかれてる。めっちゃ恥ずかしい。それ以外の話。ちょっと高校時代をちょっと見て、私もちょっとね、見させてもらったことあるんですけど、ちょっとすごい雰囲気変わったと思いませんか。なんか、ね、見た目はどうですか。どうですか。もうフェイスシールドのよく似合う。はい、やっぱりプロサッカー選手って感じがしますよね。はい、そこは脱退してくれるの。どうですか、木田選手なんかこうちょっと男らしさがこう増したような感じ。確かに、だって坊主の時もなくなかった。坊主ありました。あったよね、はい、大人っぽくなったなっていう、なんか男らしくなったというか、男として成長してるような気がして、なんかすごいいい感じだなと思いました。ね、たくましさが増したっていう感じですかね、うんうん。どうしたの。高校時代をね、丸裸にされましたけど、皆さん今の気分は。もっと違う話してほしかったですね。この部屋ということですか。この部屋ですね。今まではちょっと工場でしたからね。工場からこの扉を、面接はね、通りすがりって。もししましょうか。行きますか。面接。あ、そう。ノック。面接。まずノックして。ちょ、朝起きたところ。セレチューブは毎週火曜夜9時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。